ポンカンは、ミカンカミカン族の柑橘類の一種。田中長三郎は、独立種シュトラスプネンシスとしたが、ウォルター・テニソンス・スウィングルは、マンダリン・オレンジュ・シュトラス・レティキュラータに含め、変種とした。和名の中の、ポン、および、変種名もしくは、種小名プネンシスは、インドの地名プーナに由来する。当てられた漢字、ポンは単独では、タブの貴族マッキラスの一種マッキラスナンム。 もしくは国訓でくぬんぎを意味するが、音による当て字である。中国語では、アシカンと称するが、中国の主産地である。福建省、広東省や台湾で用いられている、ビラン南ン語や長州語では、漢字で、ポンカンと書き、ポンカム、PHNG カムと発音するため、日本語は、ビンラ南ン語の音によっているという説もある。果汁は120、1 5 0ムで、完熟すれば、 大々色となり、独特の方向を有する。外皮は剥きやすく、果肉を包む内皮は柔らかいので袋のまま食べられる。加工部にデコが現れやすい。12-2月にかけて収穫される。原産地はインドのスンタラ地方と言われ、東南アジア諸国、中国南部、台湾南部、日本などで広く栽培され、ブラジルにも一部分布している。日本には明治期に、 台湾から伝わった。日本での主産地は、愛媛県、鹿児島県、高知県、宮崎県、熊本県など、太田、森田、吉田、今津などの品種がある。日本では生産量が少なく、台湾からの輸入が多い。日本における2010年の収穫量は27,698トンであり、その内訳は、愛媛県34%、 鹿児島県16%、高知県9%、宮崎県7%、熊本県6%、その他28%である。また、静岡県、和歌山県も生産が多い。本種は、果実中の水分が少なくなって、砂がパサパサになる、素上がり減少を起こしやすく、商品価値を下げないために、果実を長い間木にならしておかないようにする必要がある。 長い間木に慣らしておくことは、果皮と果肉の間に隙間ができる浮き皮果実の原因にもなる。早期に摘み取る和製系統の品種の方がこれらの現象が少ない。産地は柑橘類の中でも特に温暖な地域に限られる。特に鹿児島県が全国一の産地として知られたが、近年では愛媛県に大きく差を開けられている。本館には、 果実が腰高で大価の高小杖系と果実がやや扁平で小化で種の少ない低小杖系がある。一般的には高小杖系ポンカンの方が収穫時期が早いとされるが低小杖系でも大田ポンカンのように収穫時期の早い品種もある。日本の主要なポンカン品種は台湾から導入されたものが多い。ポンカンを育種浸透とする品種には以下のものがある。 南使いは、カラマンダリンに、吉浦ポンカンを受粉させ育成されたが、カラマンダリンの魂排味症であることが分かっている。カリウムや溶酸を多く含む。下皮の白い部分には、動脈硬化予防の働きがあるビタミン P を含んでいる。果肉には、カロテン、ビタミン B1 を含むほか、ベータ、クリプトキサンチン、ビタミン C、クエン酸も含む。ありがとうございます。